古代遺跡と聞くと水場に浮かんでいたり木の枝にぶら下がっているようなイメージはほとんどないのではないでしょうか。実は世界中の博物館で公開されている古代遺跡のほとんどは考古学者が相当な量の発掘を行って発見されたものです。建物はきちんと手入れをしないと時間とともに風化していくから不思議ですよね。建材を再利用する必要がある場合もありますから、その過程で古い建築物が犠牲になることもあります。また放置されたまま雨や日光などの外気にさらされるともう元も子もありません。侵食されて崩れてしまうものもあります。つまり建築物が時の試練に耐えられるのは何らかの方法で地下に埋まっている場合だけなのです。さてそもそもなぜ埋まってしまったのでしょうか。それは様々な間違いが重なった結果なんですよ。古代の都市はまるで子供がアイスクリームにトッピングするように徐々に地盤を高くする習慣がありました。というのも古代都市は増え続ける人口に対応するため食料や建材の確保に追われていたのです。しかも廃棄物やゴミを処理する時間なんて昔はなかったんです。そこで古代文明は新しい家を建てるとき瓦礫を積み上げてその上に建物を建てることで汗と涙の節約に成功したというわけ。しかしそれだけではありません。紙は時々氾濫し都市の床に土砂の層を堆積させ古代の建造物をさらに封じ込めたのです。また砂漠のように乾燥した地域では砂と埃がダンスのように舞い建物を清潔に保つのは容易なことではなかったことがうかがえます。1817年に考古学者のグループが発掘するまで頭を砂に埋もれさせていたスフィンクスもその一つです。古代の町の中には完全に廃墟となってしまったためにやがて覆い隠されてしまったものもあります。人間の営みが少なくなったことで植物の種はその機会を逃すことなくあちこちに芽を出します。そして空気中の二酸化炭素を吸収して成長し地表をどんどんかさ上げしていくのです。そしてその元気な根は植物が腐敗してできた土壌を安定させ何層もの土の層を作り上げることになるのです。まるで大自然が植物をパートナーに究極の DIY を始めたかのようです。古代文明の秘密を探ることは単に失われた世界を掘り起こすだけでなく歴史の中に隠された宝物を明らかにする壮大な冒険でもあるのです。そもそも全てのものが何層もの堆積物や瓦礫、植物の根で覆われているとしたら考古学者はどうやって廃墟の在りかを探し当てるのでしょうか。新しいプロジェクトに着工する前に何かしらのテクノロジーを使うのでしょうか。まず発掘を提案するのはいつも考古学者ではないということ。説明しましょう。あなたは建設業者で自分の住む町に新しく豪華な集合住宅を建てようとします。しかしある地域の法律ではプロジェクトを開始する前に一定の要件を定めています。例えばある土地に建物を建てる前に土壌をチェックする専門家を連れてくる必要があるかもしれません。この専門家とは考古学者、地質学者、古生物学者のことで開発中に目を光らせておく必要があるのです。もし異物や有機物の残骸と呼ばれるエコファクトが発見された場合は専門家が急行して発掘調査します。しかしブルドーザーや工事とは無縁の遺跡はどうでしょう。考古学者は古代の廃墟などを見つけるために一つだけでなく複数の方法を用意しています。歴史的な記録を深く掘り下げるのもその仕事の一つです。古文書や古地図からその土地での人間の営みの謎を解き明かしていくのです。また過去に訪れたことのある場所であればなおさらです。過去の発掘調査の記録や歴史的な記述を見つけることで考古学者は宝探しを続けるための情報をたくさん得ることができるのです。考古学者はシャベルを振り回す前にちょっとした視覚的なスキャン作戦を行います。グリッドシステムを使い地表の下に隠れているかもしれない遺物を探しながら遺跡を散策するのです。石器から歴史的なガラス、さらには貴重な古代のゴミ捨て場まで鋭い観察眼で人間の生活の痕跡を誰よりも早く見つけることができます。もしゴミ捨て場に出くわしたらかつてこの地に人が住んでいたことを確信するのです。考古学者の頼みの綱はシャベルだけではありません。考古学の専門家たちはシャベルだけでなく様々な道具を駆使して隠された不思議を探し求めているのです。物理学的な道具は彼らの秘密兵器のようなものです。
例えば土の中の電気的な成分を測定し、埋もれた地層や異物を見つけることができる優れものです。壁が埋まっていると周囲の土とは異なる非抵抗値を示します。磁力計や地中レーダーも同様に土の中に埋もれた宝物の痕跡を発見することができます。そして忘れてはならないのが GPS。 GPS は考古学者たちが正確な位置を把握するのに役立ち、まるでハイテクな宝の地図が近海の在りかを教えてくれるかのようです。世界で最も重要な考古学的遺跡のいくつかをバーチャルで訪ねてみませんか。早速行きましょう。例えばイギリスにはストーンヘンジという興味深い場所があります。ストーンヘンジは各地に点在するヘンジの一つですが、その中でも特に有名なのがこの場所です。古代の巨大な石が外側のリングと内側の馬蹄形に配置され、さらに小さな石も混じっているのです。そしてどうでしょう、これらの石は5000年以上も前から存在していたのです。まさに完全な長寿と言えるでしょう。さてここからが面白いところです。地元の言い伝えによると、伝説の魔法使いマーリンが魔法の杖を振りかざすと、この巨大な石をアイルランドからはるばるテレポートしたと言われています。どうやら巨人たちがアイルランドで組み立てていたようなのですが、マーリンは新しい場所の方が見栄えがすると判断したらしいのです。またローマ時代の霊廟の跡という説もあるのです。これらの素晴らしい建造物は青銅器時代の祖先によって建てられたものです。シンプルな道具と限られた技術でこの巨大な傑作を作り上げることができたのです。感動的でしょう。しかし残念ながらこの地域についてはまだわからないことがたくさんあります。ストーンヘンジの最初の目的は今でも謎のままです。確かにいろいろな説がありますが、科学者の間ではまだ意見がまとまっていません。しかし夏至と冬至の日の出を拝むために完璧に配置されているということは分かっています。古代都市ポンペイも同様に素晴らしい考古学的遺跡と言えます。想像してみてください。悪名高いトラブルメーカーのヴェスヴィオさんが火山を巻き込んで癇癪を起こし、この古代ローマ都市を完全に覆ってしまいました。現在のイタリア・ナポリ郊外にあるタイムカプセルと化した瞬間です。1748年、探検家たちがポンペイに遭遇しました。驚いたことに、彼らは保存状態の良い宝の山を発見したのです。街並み、家、当時の食べ物、きらびやかな宝石、派手な彫刻、カラフルなフレスコ画、日用品、そして動物や人間の遺体まで、まるで壮大な考古学パーティーのようでした。ポンペイには全てが揃っていました。豪華な家屋や別荘、2万人収容の巨大な闘技場、可愛い雑貨の店、居酒屋のようなたまり場、そして忘れてはならないのが体を癒すための豪華な浴場のような洒落たスポットもあったんですよ。またアポロの聖域は人々が毎日の礼拝のために集まっていたところです。そしてもちろん町の賑やかな中心地ポンペイのフォーラムではいろいろな人たちがたむろしていたのです。そしてポンペイは1997年にユネスコの世界遺産に登録されたほどの町で、これは歴史的な素晴らしさを示す究極の殿堂のようなものです。世界遺産にはインドのタージマハルやギリシャのアテネのアクロポリスなど、他にも有名な建造物や遺跡がたくさん登録されています。